まずはこちらの映像をご覧ください。ストライク、ボール、ボール、ファウ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 ル、ボール、ファウ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 ル、高速ネットパカパカ、ファウル、ファウル、空振り三振。というわけで、1打席で19球を山口投手に投げさせています。これは公式戦のプロ野球記録で、明石選手も2013年に記録しています。オープン戦も含めると、後藤選手が20球を記録しており、いずれも9分近く、一人で打席に立ち続けています。投球テンポの良い上原投手でも、キャッチャーから返球を受けて、次のボールを投げるまでに9秒程度かかり、平均投球間隔は走者なしで 15.7 秒と言われていました。バッターとの兼ね合いにもよりますが、19球に5分もかからない計算になります。有名な森福投手なら、投球間隔はバッターがすぐに準備した場合に振らなければ25秒、ファウルだと43秒らしいので、19球を投げるのに12分を優に超えてきます。